えー、皆さん、こんにちは。アシナスでございます。えー、今回はですね、えー、ちょっと YouTube 活動を休止させていただくという、えー、ご報告でございます。いやー、もうね、ちょっと疲れちゃいましたね。まあ、いろんなことにね。本当に、一個だけじゃないというかね、理由が。えー、はい、あのー、 まあ、おじいちゃんの介護は正直そんなに疲れてないですはいあのもう今全部人に任せてやっていただいてて、えー、ヘルパーさんしかり何、えー、ですか、えー、デイサービスしかり本当に大変お世話になっておりますねえー、まあそれがなかったら結構きつかったと思うんですけど というのもですね、えー、やっぱり、その、僕もちょっとずつ元気になってきて、で、おじいちゃんが、えー、コロナになったあたりで、だいぶ体調が悪くなり、えー、付きっきりで介護しなきゃダメ。で、怪我した時はコロナだから病院には行けない。10日間行けずに、僕は全部傷口を手当てとかも全部する。転倒してね、爪剥がれちゃったりとかね、あの、皮膚剥がれちゃったりとかもしてたんで。もう、まあ、これも前も話しましたけど、 で、ね、その時期のことを全部僕はおじいちゃんのその介護のせいでにしてたんですね。疲れてるっていうことを。でも、どん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 自分に気持ちの余裕ができてきて、いろいろ考えてみると、あれと。まあ普通に考えてそうなんですけど、まあ当時は考えられなかったんですけど、ちょっとどうやらおじいちゃんの介護のせいだけじゃないぞと。えー、ちょ仕事はどうなんだって。人間関係どうなんだって。その仕事をしてる人は、 ちゃんとした人なのかとか。今、こうやって、なんだ、えー、仕事とかいただいてる人だったり、えー、今目の前にいる人は、本当にこのまま一生仕事を続けてくべきなのかとか。結構いろいろ、えー、考えたところ、ちょっとどうやら違うんじゃないか。おいおいおい、あの時、 俺が一番辛い時この人こんなことをしてきたぞとか、あこういうことを平気できる人間がこの世の中にいるんだっていうことがね、ちょっとその連続的に起きてしまって、えー、まあ、そうですね。まあ詳しいことはまだ。 今ね、ずっと中、中的なこと言ってたんですけど、11月末、もしくは12月ぐらいになったら、えー、発表できるんじゃないかなとは思いますが、でもしかしたら、このまま YouTube ができなくなってしまうかもしれないという、う現状に、えー、おります。はい。えー、まあ正直おじいちゃんも、まあ一時期よりかは、ああ、そんなめちゃくちゃ元気っていうわけでもなく、で、僕も正直よくわかんないです。あの <laughs>、今、どうなんでしょうね。 うーん自由に動いてる感じではいたりとかするんですけど自分の過去のツイッターとか見たりとかしてもちょっと精神的に大丈夫かお前みたいなあ良くなかった時期の自分がいるんですよねそこにはねうーんちょっと危険なのかなとも思いつつまあだからこそなんですけど年内はああしっかりお休みして、えー はい動画もね本当はもっと上げたいんですけどもうんそれこそ何ですかおじいちゃんが病気になっておじいちゃんがもう倒れてみたいなことはもう今はないんですけどちょっと足の運びが悪かったりちょっとご飯食べなくなったりとかっていう感じですかねまあなかなかしゃべってますがまあはい活動を休止するということですはいでえた、ー、すぐには 復帰でできなないいすねあいろんな事情がありましてだから今日が11月18日いいあと2週間後最低で2週間後で再開できるかもしれませんがあできなかった場合はあ多分一生 <laughs> YouTube できないんじゃないかなっていうのがありますそれを言ったことももろもろ含めて、うん、12月1日にまた動画やら あ文章やらで、えー、発表すると思いますが、まあ、とにかく一旦お休みさせていただきます。もう顔もパンパンですね。はい。えー、まあ疲れたら休みましょう。僕はちょっともう全部捨てて休むことにしましたので、またあーご報告させていただきます。すみません。よろしくお願いします。